こんにちは稲田に。今回は大鹿村柏の幻の山塩作りを訪ねました。作っているのは平瀬長康さん。山塩の原料となる塩水がどうしてこの山の中に湧き出るのか、謎に包まれていることから幻の山塩と言われています。南アルプスのふもと大鹿村柏、神代の時代から塩水が湧き出ていると言われ、村内には海満塩、伊満塩など塩がつく地名がたくさんあることが知られています。平瀬さんは塩水を利用して旅館業を営む傍ら、たった一人でこの山塩作りを続けています。薪を使い微妙な火加減にこだわります。塩水を煮詰めて表面にできた結晶が沈み塩になります。すべて手作業のため一日にわずかな量しかできません。綺麗な塩ですね。不思議ですよね、こういう信州の山の中にこの塩が出るというのは。でもこの村にとっては一つの恵みですので、大変ありがたいし、私もこういうものにはやっぱり残していきたいなという気持ちはうんとあるんで、頑張りたいなという、そういう損得じゃないんですよ。実はこの塩作り、遠く徳島の藩士が岩塩発見の夢を描いてこの地を訪れたのが始まりです。その志は平瀬さんに受け継がれています。この美しい塩に長い物語があったんですね。幻の山塩、会えてよかった。ふるさとの明日へ、旅をしてみませんか。講話